トマス・ベケットは、イングランドの聖職者で、カンタベリー大司教。ノルマン人富裕層の両親の子として、ロンドンに生まれた。1142年頃、カンタベリー大司教セオバルドのもとに仕え、留学の後1154年に、女祭長となる。また、イングランド王ヘンリー二世に大法官として仕えた。しかし、大司教に除解された後は、教会の自由をめぐって、 ヘンリー2世と対立するようになり、さらには他の司教の指示もない1164年、国外へ逃亡した。逃亡先のポンティニー修道院は、当時追放された他のイングランドの高位聖職者たちがトマス・ベケットをはじめ、多数滞在した。ヘンリー2世との和解は1170年になったものの、帰国早々をまたしても問題が発生した。ヘンリー世のがかかった司教に対し、 トマス・ベケットが懲戒を行ったものである。ヘンリー2世は当時のルマンディに滞在していたがこれに激怒し、そのよ組んだ4人の騎士がカンタベリーに向け都会、12月29日の遊告トマス・ベケットはカンタベリー大聖堂において暗殺された。目撃者の証言によると、最後の言葉は、喜んで私はイエスの名のために、また教会を守るために死ぬであったと伝えられている。 1173年、ローマ教皇アレクサンデル3世は、トマス・ベケットを劣勢し、以後多くの巡礼者が、カンタベリー大聖堂に訪れることになった。翌1174年7月12日、ヘンリー2世は、ベケットの墓の前で懺悔を行った。ローマ教会に屈服を余儀なくされたこともあり、この事件は、ヘンリー2世の命運を安定させる契機となった。 1880年、コンラート・フェルディナント・マイヤーが、聖者で、ベケットの生涯を描いた。1884年、詩人のアルフレッド・テニスンが、ベケットを描き、T.S. エリオットの刺激、ジーンの殺人や、ジャン・アヌイの戯曲とそれを原作とする1964年の映画、ベケットがある。マイケル・ウォルシュ。 エド・バトラーズ・ライブズ・オブ・ザ・セインツ、P430、ABCDF e ・アット・ウォーター、ドナルド・ジョン・キャサリン・レイチェル、山岡健役、成人辞典参考者、1998年、251から253ページ。ISBN4 から87,919から 137X。西田正次、死都会建築のプロポーション中央公論美術、出版。 2006年、252ページ。ISBN4 から805504889。T.S. エリオット、高橋康成役、寺院の殺人リキエスタの会。2001年。ありがとうございます。